不毛な議論で。あ、不毛の。あ、やっぱ曜日を渡っちゃうと良くないってことなのかな。仲があんま良くないのかな、じゃあ不毛の議論と。うん。一緒に行ったらよかったと。なんでだろうね、そこを誘わないでさ。やっぱり誘いづらいのかなと。ね。うん。なんか、ちょっと、まあ。やっぱそういうのが出てんだよな、やっぱ童貞ってなんか。なんかあるよね、誘われづらい感じのね。そうそうそう。面白くなさそうだもんね、一緒に行ってね、童貞って。ね、確かにな。いやでも行った行ったで、なんか面白い話もあると思うんだ。あいつにあいつなりの。魅力がね。ね、でもまあ、30だろ水野って。32。でも、やっぱこうやって見てると、本当に、うん、あれがもしだよ。うん、じゃあ、CM の、うん、なんか俺たち撮ることになって、はいはい、打ち合わせで来て、あ、どうも、あの、演出の水野ですって来たら、うん、おー、なんか、才能ありそうな感じに見えんだよ。あの、超クリエイターに見えんの。見えるでしょ。見えますね。見えるでしょ、うん、才能あるよ、才能。才能ありそうに見えんだよ。うん、見える見える。でも俺、モテなくはないと思うんだ。あいつ気持ち悪いやつって感じはしないんだよ、別に、うん。うん。かっこいいんだよね。雰囲気あるのよ、雰囲気が。自信だな、水野に必要なのは。そうなんだ。だから、やることで全然変わってくるからね、自信って。そうだな。モテると思うよ、俺は。そんなにやらないんだよな。うん、そう。ねえ。まあ、しょうがないよ、でも。はい。頑張ってほしいけどさ。うん。今週は今週は。まあ、お盆で。ああ、お盆。すごかったけどな、ね、お盆でね。甲子行った行かない。行かない。うん、行かなかったな。行かなかったんだ。そう。渡部さんとか行ってたもんな。そう、行ったら池ちゃんがいるからいいんだけど。そう、池ちゃんいるんでしょ、うん。そうそうそう。なんかこう、やっぱりそこまでほら、うん、俺、好きじゃないじゃん。うん、まあまあ。行くまでではない。うん、いや、もう行ったら行ったら面白いでしょ、ね、毎年先行ってんだけど、やっぱり、例えばザキヤマと行くとか、はい、なんかこう、旅行気分なの。ああ、なるほどね。旅行の一つでしょ、そうそう、うん。純粋に甲子園を見に行きたいっていう人はさ、うん、ほら、一人でも行くと思うけど、うん。日帰りでも行きます、ね。そうそう。そこまでじゃない。はいはいはい、だって渡部さんなんかすごいんでしょあれ、また今年も。今年は、俺が聞いたのは、その、第一試合、うん、だけを見に。行って。大すんだ。8時ぐらいでしょ第一試合で多分、開始が。うん。だから、もうすごい6時前には行かなきゃいけないから、東京から。行って、試合見て、まあ、東京戻って仕事をしてる。それがやっぱ本当にそれがすごいじゃん。うん。それは確かに。そうそう。考えられない。うん。まあ、もちろん、当日のね、試合でしたけども、ああ、そう。1回戦、初戦当日の。おぉ、あれそっか、うん、あの試合か。そう。それだけ見たかったんだ。うん。ああ。そうね。で、もういけないしてたかな。昨日渡部さんになったら。言ってた、そんなこと。うん、いや、だから、ちょっと一緒に行く人はいないから行かなかったよ。甲子園はね。俺も今年は行きたかったけど、今年行ったら本当ににわかファンみたいになっちゃうしな、俺。いや、だからにわかじゃん。そうだけどさ。もともと清宮くんのさ、見たいって言ってたんだから。清宮くんがいなければ、行けたって感じもするよ。あ清宮くんがいるから。逆にちょっと、あんだって超満員になってるわけじゃん。なってんね。すごい難しいなと思うんだよな、ね、もう行くのが。だから嫌だね。うん。今年も。でも今年はね、俺すごい見てんだ、高校野球。本当なんか、やたらに見て。うん、で、俺あのね、あの、帽子をさ、高校野球って帽子を、うんなんか型作るじゃん。作るね。前に。うん。ちょっと四角くするよね。四角くするのが。うん。で、あの形をしてない方を応援してんの、俺。大体。あれがすげえ俺嫌なの、型を作ってるチームが。あれね。古くせえなと思って、ね。伝統でしょ、多分伝統昔からの。うん。あれをね、うん、してないんで、三沢高校、三沢商業かな青森のと、あと、岩見、なんとか高校とか、うん、もうほんと普通の、うん、何も型を作んないで、みんなが。ああ。だすごい好感持てんの。ああ。大抵のとこはすんげえ型作って。あれね。うわー、なんか、その型を作ってないやつから見ると、ほんとなんか情けないというか、ダサく見えんだろうね、あれね。ああ。あの高校野球のあれ、伝統の前の、ね。あれをね、やめてほしいんだよな。うんあれ、そう、ね、それ前の、あれ、ね、四角くすんの。あれ何なんだろうね、あれって。あの、ダッサいですね。ダッサい。あれ、うん、あの伝統をね、やめてくれ、ほしい。俺見たらたくさんいると思うよ。ほら。
ラジオ関西でお聞きの皆さんにお知らせです。今日のメガネビーチ、冒頭の10分ほど、放送機器のトラブルで聞こえてなかったということです。失礼しました。ああ、そう。なので、ラジオ関西のリスナーは、小木の誕生日サプライズ聞いてないってことになる。いや、まさか。聞いてないの申し訳ない。流してあげないで、さっきここラジオ関西もう一回やんなきゃいけないの、俺が。じゃあ、もっと。田中さんできないの。派手にね。そっか。もっと派手に。驚いていただいた。すいませんね、ラジオ関西の皆さん、今日、実はね、16日が小木の誕生日でして、小木の誕生日なんだけど、小木がそれ聞いてないっていう感じのサプライズっていうのがあるんですね。予告サプライズが。それちょっと冒頭10分やったんですけど、聞こえてなかったってこと、もう一回じゃあ。どうなってたんだよ、じゃあその10分っていうのは。もっと派手にね。なんで派手にって。大阪の人の名前だから。うん。大阪の人派手好きだから。うん。もう。さあ、しかしまあ、だからやっぱり、まあ今年は清宮くん効果かな、やっぱり。なんせ、甲子園が盛り上がってんね。そう、盛り上がっちゃって、ちょっと俺は、なんだこれ。ステーワンが懐かしくない？俺が中学ぐらいの時によく買ってたもんね、あれ。おぉ！ケーキ！ケーキだ！ケーキ！おう。なに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 ？いや、だってこれ誕生日でしょ。ケーキって誰の？誕生日でしょ。誰が？小木の。小木が！小木が！小木がやばいっすかね。うわ、吹いてる。吹いた。木曜ジャンク、おぎやはぎのメガネビーキ。八木さんは今日元気だなって日と、今日疲れてんだなって日の差が激しいと思います。それはダメだな。俺そんなに涙あんの？今日寝てきたか寝てきてないか。今日は、今日寝てきてないでしょ。寝てきてまーす。寝てきてまーす。ねえ、関西の人たちにも楽しんでいただけたでしょうか、はい、ね、予告サプライズ3回目になりましたが、うん、3回目やっちゃったよ、ね、あとね、メールが来てて、ラジオネームドンジャラスケ、小木さん、八木さん、コムテンさん、こんばんは。小木やはぎのお二人は若作りしてる感じはありませんが、アンジャッシュの渡部さんは若作りが目立ちます。白黒アンジャッシュという番組でニューエラのキャップを裏かぶりして出演しているのを見てますが、チャラついてんなと思います。わかるわかる、渡部さんはそう。あ、多分、うん、その渡部さんは、うん、そのニューエラのこの帽子とかが似合わないんだろうね。だって多分ノリさんかぶってたらそんな若作りしない、まあね、似合わないんじゃない。でもなんかさ、髪型とか、あの感じの格好、服装とかって似合う格好するよね。うんうん、顔がもうおかしいのかな。似合わない顔してるのかな。やるじゃない、キャップ似合うか、あの顔と。ありますね。あ、だから顔だよ。でも髪型とかでもああいうのも若いよね。若い。確かに若いね。別に若作りしてる感じもないけど。うん。まあ、後ろにっていうのはちょっとあれか、もうおっさんで後ろは。ネイマールみたいになっちゃってるわけよ。そうそう、今ネイマールしかいないからね、それなら。ああ。ネイマール、まあ、サッカー好きだからな、あの人。ネイマール意識してんだろうね。確かにね、うちの事務所ではそうだね、渡部さんが、ちょっとそういう感じかもしんない。そうか。ちょっとチャラついた感じ。そうか。そういう人だからしょうがないんだけどね。まあね。まあ、しょうがないかな。そう。やっぱ人が出るんだな、人間が。クソって。